凝着摩耗とは、真実接触する粗さの突起の凝着部分が破壊されることによる摩耗で、滑り摩耗とも呼ばれる。凝着摩耗は、材料同士の凝着部が切断されるときに、その一部が破断され、摩擦粒子として発生する。AL 合金に対して滑る52100、高サンプルの接着摩耗の線顕微鏡を写真。接着摩耗とも呼び、摩擦接触中に、 表面間で見られ、一般に、ある表面から別の表面への摩耗破片と、材料化合物の望ましくない変異と付着を差し次ぎの2つの、粘着摩耗タイプで、区別できる。接着摩耗は、相対的な動き、直接接触、及び組性変形によって引き起こされ、摩耗破片と、ある表面から別の表面への物質移動を引き起こす。 粘着性の粘着力は、二つの表面が、測定可能な距離だけ離れていても、実際の材料の移動の有無に関かかわらず、二つの表面を、保持一般に、二つの物体が互いに滑ったり、互いに押し込まれたりすると、材料の移動が促進され、接着剤の摩耗が発生するがこれは、表面層内の非常に小さな破片の、蘇生変形として説明でき、各表面に見られるアスペリティ、 または、微視的な光点は、原子間の強力な接着力により、酸化物の破片が引き離されて、他の表面に追加される方法の厳しさに影響するが、これは、相対運動中の凹凸の間のプラスチックゾーンに、エネルギーが蓄積するためである。メカニズムのタイプと、表面引力の振幅は異なる。材料間で異なるが、表面エネルギーの密度の増加によって増幅され、 ほとんどの個体は接触するとある程度付着。しかし、自然に発生する酸化膜、潤滑剤、汚染物質は一般に付着を抑制し、表面間の自発的な発熱化学反応は一般に、吸収種のエネルギー状態が低い物質を生成。接着剤の摩耗は、粗さの増加と元の表面上に、突起の作成につながる可能性があり工業製造ではかじりと呼ばれ、 最終的に酸化表面層を破り、下にあるバルク材料につながり、より強い接着と塊の周りの蘇性流動の可能性を高める。ラビナウクス、E、スタコウヤック、GW、アンド AW バチェラー、AB グレーザー、WA、エド。ありがとうございます。